土方歳三役の、金崎健太郎です、どうも。いや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 ね、今日は撮影ということで久しぶりにこのダンダラとそして袴などをね着てね撮影したんですけども、やっぱりね、こういう和装をすると気が引き締まりますね。そうですね、前回はだからどちらかというとやっぱそのまあ土方歳三ってちょっとやんちゃな感じで、でも男らしくて締めるとこは締めるみたいなビシッとしてる感じがあるんですけど、まあ、そういったその男らしさとかのねすごく前回は強調してやったんですけども、さらに今回はその上にちょっと大人の妖艶さをね、あの人なんか不思議な空気出てるなみたいな、まあちょっとねこっちにならないよう気をつけながらね、いやらしくねちょっと演じられればいいなと思います。はい、まあ、僕はもう一回できるということで、さらにより深く土方歳三として役を掘り下げていければいいなと思います。いや、なんですかね、やっぱ土方は結構ね上半身裸になったりとか原作でもあるんで、どちらかというと本当肉体派な感じがありますし、なんかね木刀振ってトレーニングしてる時もね裸だったりとかもするし、なんかそういう、まあ、今回そういうシーンもねあるかもしれないということで、ちょっとね今から鍛え直そうかなと思っております。はい、頑張りますよ。も長倉新八役の椎名泰造です。新八さんは、まあ、サンバカっていうふうにこの原作で、まあ、サンバカの一人になってるんですけど、まあ、舞台に僕らが出てきたらちょっとでもなんかこう明るいシーンにこうなんか色が変わる感じになったらいいなっていうふうに思って今演じてます。見た目とかはすごい可愛いんですけど、長倉新八、まあ、2番隊の隊長を務めてるんですごく強いんですよ。最高です、最強ですいい感じですよね、なんか すごい、自分で言うのもなんですけど似合ってると思いますすいません、面白いコメントお願いしますなんか言われてますけれども、サンバカの一人のちょっとももちゃんがね面白いこと言えっつって笑ってます。そう、こんな感じでやってます年齢近いんでね今回は、まあ、いいチームワークですよ、とても。